こんにちは、島村楽器長井バルコ店の立浦と申します。本日はノベーションから新たに発売されましたリズムマシンサンプラーのですねサーキットリズムについてご紹介させていただきたいと思います。サーキットリズムはですね、先日発売されたサーキットトラックスの兄弟機種にあたり、この1台で直接外部の音をサンプリングしたり、それを使ってビートミーキングをしたりできちゃうハードウェアです。サーキットリズムとサーキットトラックスはどちらも8トラック構成で外観もよく似ているんですけれども、サーキットトラックスがシンセサイザーや外部のミディ機器を演奏できるトラックを有しているのに対して、サーキットリズムはもう完全なサンプラー、サンプリングした音で、トラックを作っていくような、機器となっています。サーキットトラックスについては別の動画でですね、細かく解説しておりますので、よろしければそちらをご覧ください。じゃあ早速見ていきましょう。まず、ご覧の通りですね、外観は非常にコンパクトで、薄さもすごい薄くて、もう重量も 800g というですね、とても軽量な仕様になっています。もう持ち出し、まあ自宅だ、で自宅はもちろん、外に持ち出すときにもすごくサクッといくような仕様となっていますね。さらにですね、これは内蔵のバッテリーで4時間ぐらい動くので、電源を挿さなくても、どこでもトラックメイキングができてしまうという非常に優れた、デバイスでございます。で、背面の端子ですね。今挿しているんですけれども、この音を出力するアウトプット、スピーカーとかにつなぐアウトプットやヘッドホン端子。で、あと外部の音をサンプリングするための端子、ステレオ端子ですね。と、モジュラーシンセなんかをつなぐシンクアウトという端子もございます。あと、ミディのイン、アウトするとですね。あと、こちら、タイプ C の USB は、充電をしたり、本体に充電をしたり、ノベーションコンポーネンツというですね、専用のアプリとつないで、なんか、サンプリングを取り込んだりする時に使うポートです。あと、それを保存するマイクロ SD カードのポートがございます。で、早速音鳴らしてみましょうかね。こんな風に、サンプルって押すと、もうすぐに音が鳴らせる状態になりまして。で、サーキットリズムはですね、この1から8までのトラックで構成されていまして、この、入ってる音や自分で取り込んだ音をですね、この各トラックに割り当てて、トラックメイキングに使用していきます。で、まず概念としてですね、プロジェクトというものがございます。このプロジェクトっていうのはですね、まあ、つまり一曲一曲というような単位で、1プロジェクトに対して、まあ、一曲、それが、この、色が入っているところはもう、メーカープリセットや自分の作った音が、プロジェクトが入っているっていうところで、この青のところが何も入ってない、プロジェクトの、新しく作るプロジェクトのトラック、スロットになります。こんな風にですね。はい、全然違った異なった曲をこういう風に、プロジェクトに入れていくことができます。で、プロジェクトはですね、この32個と、もう一回ページを送っていくと32個、合計で64プロジェクト作ることが、できます。はい、この64個のプロジェクトというのは一つのパックというまたもっと大きな概念があって、1パックにつき64なので、SD カードを拡張すればもうどんどん新しいパックを追加していくことができます。じゃあ空のところから、ああいうところを押して、空のプロジェクトを作っていきます。で、トラック1って押すとまた画面が変わってですね、このオレンジ色のところが音が入っている部分ですね。これもページを送っていただくと、1から16、2の1から16、3の1から16といったような感じでですね。合計で、16×8 の128個、音を、サンプリングした音を登録したりすることができます。で、下のオレンジのところが音で、上がシーケンサー打ち込む部分ですね。例えば、キックの音をこんな風に入れるともうそのまま入っていきます。もう一回押せば消えます。で、他にも、テンポ。ちょっと早くしておきますかね。ここで120っていう風にできたりとか、します。これも結構便利ですね。で、こういう風に一回入れて、キックができて、次、まあ、ハイハットかな。っていう風に入れていったり。まあ、簡単に入れていくことができます。で、例えば、その、これですね。今、16ステップというシーケンスで動いてるんですけど、もう一回押すと、色が変わって、
32ステップまで最大追加することができます。で、他にもですね、サンプルのに対して上のつまみでチューンを変えたり、この音の長さですね、スタートポイントとかエンドポイント、サンプルの長さの終わりと始めを、変えたり、こういうスロープ、音の減衰ですねを変えたり、で音に対して歪みを入れたり、まあフィルター、ハイパスローパスですね、ではそのレゾナンスを決めたりできます。でサンプルの再生の仕方ですね、まあ押したら鳴るんですけど、さらにこのノートっていうところを押すとピッチにしたりの、まあ音階にしたりですね、もう一回押すとこういう幅広く、上のオクターブまで出たり、もう一つですね、サンプル音階じゃなくてもう一個こう押して、スライスっていう風に押すとですね、こんな風にスライス、サンプルを分割してくれるモードに切り替えたりできます。16分割、8分割、4分割といった形でですね、選ぶことができます。で、スライスモードとキーボードモードで変えていきます。でこれだと8分割ですね。でこの状態でさらにもう一回ノートって押すとみたいな感じで、まあリアルタイムに自分が押したところにスライスポイントを置くことができます。これも便利ですね。で他にもですね、こういう、ベロシティっていうところを使えば、このこんな風に各ステップの音量、ベロシティ強弱ですねをこの LED の光の具合で変えたりできます。なので最後の方だけこういう、タタタッみたいなとか、タカ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 っていったような、ちょっと、有機的なリズムに、すぐに割り当ててすることができます。他にもですね、こういうゲートっていうところを2回押して、これマイクロステップモードっていうんですけれども、押したステップをより細かく、刻むことができます。で他にもさらにこのパターンですね、一回押すと戻逆再生にしたり、行ったり来たりにしたり、ランダムに再生したり、シーケンスの再生パターンを変えたり、拍ですね、まあ、シープ16分3連符なんかに変えたりすることも、この黄色いパッドを選ぶことによってできます。で他にもですね、今16ステップで流れているんですけども、これを7ステップにしたりとかもできます。ここで押しながら範囲を決めると、再生させたいステップ数を各スロットごとに決めることもできます。さらにさらにユニークな機能としてですね、このプロバブリーもう一回押していただくと、各ステップ、例えばまあ、押して変えてやるとですね、その指定したステップのをどのぐらいの確率で再生させるかっていうのを決めることができます。基本的には 100%、 打ち込んだときは 100% の確率で再生するんですけども、このプロバビリティで、押してこのステップは 50% ぐらいの確率で再生しますよとか、まあ十数パーセントぐらいの確率で再生しますよなんかを決めて、ちょっと自分の予想だにしないリズムを作ったりすることもできます。はい、これは面白いですね。でさらにさらにこのシフトをしながら、ここを押すとですね、ミュータント、完全にまあランダムにシーケンスを組み直してくれるような機能もありますので、これも活用していただくと、結構複雑なリズムを作るときに役立つんじゃないかなと思います。サンプルの再生のさせ方も変えることができます。このサンプルっていうところを2回押していただいて、今、まあ、この音が例えばワンショットってなっているので、もう1回押したらそのまま流れ続けるんですけど、ゲーテッドっていうのにしておくと、こういう押している間だけ流れて
離したら止まるっていうのに変えたり、ループにしておくと押してる間ずっとループするみたいな、再生にしたり、あとリバースですね、これもよく使うと思います。逆再生ですね、そのトラックを、このサンプルを逆再生したりっていうのにも切り替えることができます。じゃあ次にパターンですね。このパターンはですね、まあ、名前の通りその各トラックのパターンをの構成を切り替えることができます。今は1のパターン、2の1の1のパターン、2の1の1、3の1のパターンっていうのがなっているんですけれども、例えばこうやってずらしてやるとですね、また空の、パターンが現れまして、さっきとは違ったパターンを組み直すことができます。さっきのがトントンに対して今作ったこういうふうに切り替えてですね、曲を展開させていくことができます。で、パターン数はですね、各トラックごとに 1,2,3,4 と 5,6,7,8 と8個まで、作ることができまして、例えばこうやって連続して押すとこんなふうに次にまた戻って次にっていうような繰り返して、指定した分だけ繰り返すことができます。で、あと下のミキサーですね、これは、ここを押しておくとの各トラックのミュートボタンになったり、上のつまみが各トラックのボリュームになったりですね、あと下のところがですねシーンっていう概念なんですけれども、さっきの、パターンの展開をここに埋め込んでいったりすることができます。で、もう一回このミキサーのままグリッド、もう一回押すとですね、グリッドエフェクスという項目になりまして、今流れてるその音に対してオーディオエフェクトを割り当てるみたいなことができます。まあ、いろんなエフェクトが最初割り当てられてるんですけれども、例えばこういうロールみたいなものとか、ちょっとビットクラッシュみたいなものとか、フェイザーこういうものとかですね、いろんな、まあ、エフェクト、オーディオエフェクトが最初から入っているんですけれども、これは自由にですね、ノベーションコンポーネンツという専用アプリで、配置替えをしたり、入れ替えをしたり、かかり具合の度合いを、変えたりもできます。はい、どんどん行きましょう。この FX、さっきのグリッド FX とは別で、これは、各トラックに対してかかるエフェクトですね。上がディレイで、下が、リバーブなんですけれども、例えばかけたいリバーブの種類を決めて、かけたいトラックに変えてやる。色でわかるんですけど、白い時はリバーブのエフェクトの鮮度量になって、ピンクの時はディレイになったりします。まあ、オンオフもここで、オンの時、オフの時というように切り替えたりできます。はい。で、もう一回押すとサイドチェインモードってなって、各トラック、例えば1にキックを入れて、そのキックで他のトラックを揺らしたりできます。サイドチェインに関してはですね、先ほど述べましたサーキットトラックスの動画の方で少し細かくご紹介していますので、そちらをご覧いただければと思います。で、他にも、この、まあ、各トラック、をフィンガービートというかドラムとして指で叩きたいっていう時はですね、このドラムパッドっていうところを押していただくと、シフトを押しながらこのドラムパッドって押すとまた画面が変わってみたいな感じで、ドラムパッドとしても活用できます。で、こう下がこれ、各1から8までの割り当て 1,2,3,4,5,6,7,8 のトラックなんですけれども、上はこれリピートとかですね、はい、まあ、ある種グリッド FX みたいな、まあ、違うんですけれども、こういうリピート F のエフェクトですねが効くボタンになります。で、サンプリングについてもご紹介させていただきたいと思います。サンプリングもですね、非常に簡単にできまして、まず、こちらに、サンプリングしたい外部の機器をつないで、今回は iPhone からサンプリングしてみようと思うんですけれども、サンプルレックっていうのを押します。で、こんな風にまた画面が分かれるんですけれども、ここにもう色がついて、青色についているところは、まあ、何かしらのサンプルが入っていて、で、赤色のところには何も入っていないというところなので、その赤色のところをサンプリングしていきます。まあ、もし入っていたとしても、このクリアを押して、クリアって押すと、元あるサンプルを消したりすることができますので、それで入れていくのもいいと思います。で、例えばここに、じゃあ、
サンプルを入れたいぞってなった時にですね、まず設定をします。そのこの下の4つの項目でですね、モニターですね、これオンになっていると、今サンプルする予定の音をリアルタイムに聞きながらやることができます。で、リサンプルっていうのはですね、ここを押すと中の再生した音と今流れてる外部の音を両方同時にトラックスロットに取り込むっていうことができます。今回はやらないのでオフにしておきます。で、これはちょっと、こんな風にですね、取りたい音がちょっと大きいなっていう場合にマイナス12デシベル落としたりすることができるボタンですね。で、最後にこのスレッショルドは、これは実際やってみた方が早いですね。例えばこうやって音を取るぞって言った時に、まあ、入れたいトラックを入れたいスロットを押して録音ボタンを押すともう録音されていくんですけれども、で、一回止めましょう。で、ここに入りました。ただまあ今みたいに、始まりがちょっと無音のやつの場合はですね、このスレッショルドって入れておくと、押して待機状態になって音が入ったタイミングでこんな風にサンプリングをスタートしてくれるので、まあ行ったり来たりしなくても楽だなっていうようなボタンですね。で、さっきの音はここに入っていますので、これを使ってキーボードモードにしたり、まあ分割したのを流したりしてトラックメイキングに応用していくということができます。いかがでしたでしょうか。今回はノベーションから新たに発売されましたリズムマシンサンプラーのサーキットリズムについて簡単にご紹介させていただきました。まだこの動画でご紹介できなかったですね、非常にユニークな楽しいビートメイキングに役立つ機能がたくさん搭載されている本機種、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。